皆さん、こんにちは。企業の現場に入っても今日絶対達成させるコンサルタント、アタックスセールスアソシエイツの横山です。予罪管理大学へようこそ。今日は YouTube セミナーという形式でお話をしていきたいと思います。今日はね、非常に面白い話を仕込んできましたので、ぜひぜひ最後までお付き合いいただきたいと思います。資料は25枚ぐらいあります。ボリューム満点なあ話をね、ブワーッとスピード感。 持って話をしていきたいと思いますのでぜひ最後までお付き合いいただきたいと思います本日のテーマは流行に踊らされるダメリーダーの末路というテーマでお話をしていきたいと思いますダメリーダーにはなりたくないけれどもでも流行には踊らされちゃうよね、えー、こんな方に聞いていただきたいと思ってます、えー、真面目すぎる組織リーダー皆さん真面目でしょ私のね youtube チャンネルを見てるってことは真面目に決まってます本をたくさん読んでると思います まず2つ、ちょっとアナウンスをね、させていただきたいと思うんですけども、平日12時半から25分間、YouTube ライブやっています。絶対達成パワーランチというね、こういった YouTube のライブをやっています。言いたい放題、聞きたい放題、こういうサブタイトルでやっています。私がいろんなことを喋ります。この YouTube の動画ではなかなかね、言えないような、そんな話をブワーッと喋っていくっていうことと、あとはえ参加している方からまあいろんなね、質問が飛んできたのも、それに対してアドリブでブワーッと していくってことをやっていきますので、まあぜひリアルタイムで参加していただけると嬉しいなと思っています。で、えっ、ー、と平日の金曜日の夜8時から、まあ、こっちの方が参加しやすいんじゃないかなと思います。毎週金曜日は絶対達成パワーフライデーというこういうタイトルで、えー、やりますので、こちらの場合は50分間ぐらいですねやりますので、途中参加でもいいですからぜひ覗いてみてください。よろしくお願いします。YouTube YouTube この YouTube ライブでやっていますと。 で、えっと、さっきのテーマに戻りますけれども、うん、やっぱりそうですよね先ほどもお伝えした通り流行に踊らされるって言っても、まあ、毎年毎年たくさん書籍も出るしいろんな概念も紹介されるわけなんで、まあ、それに踊らされるというか振り回されるのも当たり前だよねということです、まあ、それは当然だとで、まあ、いろんな本が出てるのでいくつかばっと紹介していきたいと思うんですけどもまずこちら「優れたリーダーは皆昇進者である昇進者でいいんだリーダー」って。 思っっちゃったりししますよねそして謙虚なリーダーダシップ謙虚なんだなるほどね謙虚にしているとリーダーシップを発揮できるみんなを、ね、リードできるっていうことがうん謙虚でいこうとかねやっぱり謙虚さが重要かとかね思ったり何もしなくていいんだあ自分最高のリーダーね目指したいんです。 何もしなくていいよっしゃーこれいいわ内向型人間内向型人間が最強のチームを作る自分内向型で良よかった内向型でみたいなね。 そういうのあるかもしれないんだけど、さらに最高のリーダーほど教えない。わ教えなくていいんだみたいなね。この帯のところってなんか読みたくないですよね。教えるから気づかせる絵って気づかせるって難しいんですよね。だからここはちょっと見なかったことにして、教えないでいいんだみたいなね。この書籍の中身読まずにタイトルだけ見て、よしって思う人もいるかもしれないんですよね。喋らなくていいんだと。喋 <laughs> らなくていいんだ。 一流のリーダーほど喋らない。<laughs> なるほど。これめっちゃいいじゃん。この本、まあ買わなくてね、このタイトルだけでいいや、みたいなね、思う人もいるかもしれないんですけど、私の書籍は優れたリーダーは部下を見ていないと、部下見なくていいんだってね。必ずこの本読んでくださいね。あの、見るべきものは人ではなく、タスクだっていうことでいや、タスクか。結構難しそうだなってね。人見た方が安心っていう人もね、いるかもしれないんですけども、うん。結果を出すリーダーは皆非常である。ああ。 これは見なかったことにしようかなっていう人もね、いるかもしれないんですけども、有名な書籍ですよね。富山さんの。富山さんの。はい。で、えー、我らが山北洋平の書籍は結果を出すリーダーほど動かない。あ、動かなくていいんだ。喋らなくてもいいし、動かなくてもいいと。ただね、この本を読めば壁になれって書いてあるので、あ リーダーは壁になるあ。壁だから動かないっていうことがあったね。理解していただければいいわけなんですけども、もちろん本の中身を読んでいただいて理解していただきたいなというふうに思いますね。で、やっぱり流行って何と言ってもこれですよね。サーバントリーダーシップ。こちら、ロバート・グリーンリーフさんが提唱した、えー、とリーダーシップの哲学です。 意味分かってますかサーバントリーダーシップ。聞いたことあるよねっていう人もいれば、あ、研修で勉強しました。でも研修で勉強したんだけど、言語化して誰かに説明しようと思うとちょっと難しいよねっていうことがあるので、まあ概念だけは押さえておきましょう。部下を支配するようなものではなく、まず相手に、奉仕し、奉仕し、チームを先導するリーダーシップを指すと。1970年にロバート・グリーンリーフが提唱した哲学ですと。 私が1969年生まれです。皆さんは何年生まれでしょうか私が52歳ですから、50年以上前にこの、えー、哲学は提唱されていた。で、最近かなり注目されている概念であるということです。支配なのか、奉仕なのか。大事なことは、二択ではないですよね。うん。どっちなんですかではなくて、どっちでもないってこともあるし、そもそもどっちも嫌っていうリーダーの人がね、多いんじゃないですか。支配もできないし、奉仕も嫌だな、みたいなね。 そういうことあると思うんですけども、例えば、こちらの YouTube チャンネルは余罪管理大学と言います。余罪管理っていうのは目標の2倍の余罪をあらかじめ仕込んでおいて、目標を絶対達成させる営業管理手法ですよね。で、目標の2倍の余罪を仕込むんだって、これをやっていくためには、誰か組織リーダーがぐっとね、組織を先導していかなくてはならないわけですね。リードしていかなくてはならない。その時に、皆さんはサーバントリーダーシップを 発揮するのか、それとも別のスタイルのリーダーシップを発揮するのか、何がいいのかっていうことを考えるべきだということです。例えば、部下が主体的な行動をして考えるような人だったらどうか、ご自身で主体的に余罪を2倍仕込むわけですよ。 で、結果が出なければ自分にダメ出しするわけですよね。なんでダメだったんだろう。う課長とか部長に聞く前に自分自身がね、立てた仮説というものをもう一度検証してみようと。そしてマーケット分析しよう。そしてお客様のところにね、足しげく通って情報収集を繰り返していこう。そして自分自身の仮説をアップデートしようと。こうやって主体的に行動している人だったら、上司、リーダーは、うん、その人に任せた方がいいかなっていう感じになりますよね。 一方で、受動的で何も考えないような部下だったらどうですかっていうことです。要材管理全然理解しないと。うん、で、えー、例えば絶対達成プライム会員ね、入ればいいのにそういうのも入らないと。要材なんてどこにね、あるんだってね、全く探そうともしないと。どこにもありゃしませんよみたいな。探しもしない、行動もしない、考えもしないと。で 最終的には本質である。ね、目標達成絶対達成ってなんか意味があるんですかそもそも我が社のね、目標なんて高いじゃないですか。逆立ちしたってできやしないですよ。っていう、そういった部下に対して、奉仕していいんですかっていうことですね。支配すればいいかどうかは別として、奉仕、サーバント的な感じでやったらいいんですかっていうことですよね。相手によってリーダーシップってどうしたらいいのかって変えるのが当たり前である。つまり本質とは何か。 リーダーシップは相手に合わせる。部下次第であるということです。流行だとか、自分の性格だとか、自分の相性とか、好きとか嫌いとか、関係がないということですね。メンバーが変われば、そのメンバーに合わせて、どのようなスタイルのリーダーシップを発揮したらいいのか、変わるに決まってるってことです。流行っていうのは自己満足に決まってるわけですよね。こういったスタイル、かっこいいよねっていう人もいれば、いや、自分はあんまり好きじゃないなっていう人もいるし、いや、これで仕事されても困るなみたいなこともあるわけでしょ。 流行のファッションというのはあくまでも流行であって自己満足であるということです。いろんな動画で皆さんに、ね、ご紹介していますけれども、こちらの書籍、フランス人は10着しか服を持たない。今、このような時代になって、まさに、えー、注目されていますよね。これ、日本だけでも50万部とか60万部の大ベストセラーになっているわけですね。本質を理解しているんであれば、あの服ってそんなにたくさんいらないよねということです。 フランス人の女性ってちょっとね、おしゃれな感じがするわけなんだけど、流行に左右されないんだよね。なぜかっていうと、自分自身のことをわかっていて、自分が今どのような年齢で、そしてどのような生活をしているのか、どのようなビジネスをやっているのか、それに合わせた上で、えー、自分の似合う服を選んでいる。だから、 流行に沿ってるわけではなくって、自分自身をちゃんと理解した上で服選びをしているわけなので、そんなにね、特訓、引っかえするってことはありえないんだってことです。本質を正しく理解しなくてはならないということなんですよね。ですから、リーダーシップを発揮する上でも一緒で、流行に左右されるわけではなくって、相手に合わせるっていうことがとても重要だということです。流行を知ることは大事なんだけれども、でも本質を忘れちゃいけないですよということです。 ちなみに最後、私がおすすめするのは一体何でしょうかということで皆さん考えていただきたいと思うんですけれども、ん、何でしょうかこちら。はい、全画面にして。 空気で人を動かすという、この書籍。人を変えるんではなくて空気を変えようって書いてあります。まあ私がおすすめするのはこちらの書籍に書いてある。まあリーダーはね、やっぱり空気を変えることがとても重要なんじゃないかなというふうに思います。場の空気ですね。組織の空気がいずれ組織風土に変わっていって、そしてその組織風土が組織の文化を形成していくわけですね。 文化を作るようなリーダーが重要なんじゃないかなと私は思います。皆さんはいかがでしょうか今回の動画いかがだったでしょうぜひ皆さんにはこの余罪管理大学に入学していただきたいと思います。入学方法は簡単です。この YouTube チャンネルに登録するだけ。そしてこの動画参考になった気に入ったという方はいいね、高評価ボタンもよろしくお願いします。そして途中でもお話をした通り、えー、私のメインメディアはメルマガです。 概要欄で紹介しています。このメルマガぜひ登録していただきたいと思います。そしてお昼とか金曜日の夜、絶対達成パワーランチ、絶対達成パワーフライデー、こういった YouTube ライブ、年間200回やる予定ですので、まあね、1ヶ月に2、3回はね、顔出していただけると私は嬉しいです。またぜひ皆さんお会いしましょう。本日はありがとうございました。